はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は今日1月2日にこれ撮ってるんですけど、今日初売りがあって、それで福袋を買ってきたので、それをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していくんですけど、その福袋何買えますかっていう質問がめちゃくちゃ来ていて、ジェイダかエモダで迷ってたんですけど、去年かな、一昨年かちょっと忘れちゃったんですけど、エモダの福袋を何回か購入していて、で結局今年もエモダの福袋を買いました。それがこちらです。はい、こんな感じで、今回は四角い感じのバッグになっています。でここにちょっとエモダって彫ってあります。で今回エモダの福袋は 12,800円でした。はい、で S サイズと M サイズがあって、私は M サイズを購入しました。必ず入ってるアウターが3色ぐらいあるんですけど、中身が見れないので、それは何色が入ってるかちょっと今から開けて確かめたいと思います。はい、ではオープン。はい、あ、黒かな、黒ですね、黒のアウターです。多分これが多分必ず入ってるやつかな。開けてみます。こんな感じでモコモコした素材のノーカラーのコートになってます。はい、なんか今年の福袋はどのブランドも結構こういうふわふわした素材のロングコートとかがすごく多いなっていうイメージです。はい、本当はね、本当はブラウンが欲しかったんですけど、まあでも黒もすごい使いやすいのでいいかなと思います。で中がなんかちょっとキルティングみたいになってて、結構なんかあったかそうな感じになってます。はい、まず1着目です。こちらが 12,800円だから、もうこれだけで元が取れています。お得ですね、やっぱり福袋は。何入ってるか分かんないけど、ドキドキ感がいいですよね。はい、まず1着目です。すごい触り心地がいい。はい、2着目、じゃん、こちらは何でしょうか。じゃーん、おー、長袖の黒の T シャツですね。ベーシックな、でも結構これめっちゃ透けてませんこんにちはって、え、結構透けてますね。でも中にヒートテックとか着たら全然いけそうかな。見えますかね、透けてるの分かりますか。結構薄い素材の普通の T シャツですね。え、全然使えますよね、普通の T シャツだったら。え、いい、良き良き。これがですね、3900円プラス税です。はい、どんどんいきます。はい、3つ目がじゃん、青い、こちらです。せーの、ダラーン、おお、普通に使える、結構青いです。なんか画面で見るとちょっと濃いかな、もう少しターコイズブルーみたいな感じの色味で流行ってた、今も流行ってますかね、これ。あの編み上げのトップスです。これも普通に使えますよね。これが5900円プラス税です。4つ目、じゃらーん、お、なんだこれは、せーの、じゃーん、おー、ブラウンのワイドパンツですかね。これが8900円プラス税です。めちゃくちゃお得ですね、やっぱり福袋。はい、4着目はこちらです。で次でラスト5着目がじゃーん、なんかすごいベロワですね。はい、こちらになります。おー、すごいな肩が開く感じですよね。夏なのかな、これは。夏ですよね、多分ね。5着目はこちらです。ベロアのなんか、トップスです。はい。肩が開いてるトップスですね。はい、これで以上になります。結構なんか思ってたよりも使えるものがたくさん入ってて、すごく良かったかなと思います。ちょっとまたいろんなコーデとかにも登場してくるかもしれないので、ぜひ楽しみにしててください。はい、ということで、ちょっと今回短いですが、こんな感じで終わりにしたいと思います。皆さんも何の福袋買ったとか、ぜひ教えていただけると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバーイ。We'll be right back.